インテルの公式 SNS が2012年のミラノダービーで元ラジル代表のマイコンが決めたスーパーゴールを取り上げた。今シーズンの欧州サッカーダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見実施中。2011-12シーズンの第37節。ミラノダービーは両巣の活躍で点の取り合いとなった。ミリーのゴールで先制したのはインテルだったが、ブラヒモビッチの2点で、ミランが逆転。しかし、インテルはここから、ミリートがさらに2得点を埋めて、再逆転に成功した。この一戦に終止符を打ったのが、マイコンのスーパーシュートだ。敵陣浅い位置でボールを持ったマイコンは、巣も通り迫力のあるドリブルで前進。その、真中央に切り込んでいきそうな雰囲気だ。が、いきなり右足を豪快に振り抜くと、完璧なユートがゴール左隅に突き刺さった。インテは21日、ミランとのダービーマッチを予定してる。首位攻防の大一番にマイコンはいない。そ、でも、今季はいよいよマイコンの後継者とコルとも評価されているアクラフ・ハキミが、リ・インテルの右サイドが、再び8位。ミラノ B を前に、マイコンのスーパーゴールを脳しよう。次ページ、動画、ダービーを締めくく、一撃。マイコンがミランを粉砕したロングシット。